よろしくお願いします。まず最初にこのような場での発表の機会を与えてくれたことに関してありがとうございました。我々の研究室は北海道大学の獣医学研究科微生物学教室ということで、動物の感染症、特にウイルス性疾病について研究しております。なので正直言ってデータに関しては完全に素人からの意見ということになります。特にその中でも私自身は A 型インフルエンザウイルスに関する研究を行っています。 A 型インフルエンザウイルスはオルソミクソウイルス科インフルエンザウイルス A 属という分類に属しまして、遺伝子としましては8分節に分かれた分節性ゲノムを有していて、ゲノムはマイナス極性の1本差 RNA です。それぞれの分節が約 2.4 キロから 0.9 キロベースペアの拡散によって構成されてまして、合計で約 13.5 キロベースペアのというのがゲノムのサイズで、ウイルスなのでその他の真核生物細菌と比較して非常にゲノムのサイズは小さいものです。タンパク質も非常に少なくとも11のタンパク、これはスプライシングマイナーのスプライシングバリアントやその他特殊なメッセンジャー RNA によって他のタンパク質が合成されるという報告もありまして、13だとか14だとかっていう報告もありますが、少なくとも11のタンパク質を有しています。で、表面には2種類の糖タンパク質と1種類のチャネルタンパク質がありまして、糖タンパク質の方はヘマグルチニンというタンパク質とノイラミダーゼというタンパク質です。で、これらの2つの糖タンパク質の抗原性に基づきまして、それぞれヘマグルチンの亜型が H1 から16、ノイラミンダーゼの亜型が N1 から9、16×9 で144通りの亜型があるというのがインフルエンザウイルスの亜型です。A 型インフルエンザウイルス感染症は非常に宿主域が広く、人でインフルエンザを起こすのに加えて、家禽の鳥インフルエンザ、馬に対しては馬インフルエンザ、豚に対しては豚インフルエンザと、哺乳動物と鳥に広く分布する感染症です。その中でもインフルエンザウイルスの自然宿主は野生のカモ類であるということが知られていまして、我々は彼らの保有するウイルスというのを監視する目的で毎年鳥インフルエンザのサーベランスというのを行っています。でちょうど今時ですね、北大の校内にもあとは北海道稚内のあたりでサーベランスを実施してまして、このようにカモがちょうど飛来してきて、こういう岸辺で糞をするんですね。でその糞を採取してそこからウイルスを分離するというようなことを毎年秋に行っています。でまずはこの野外調査と我々の行っている遺伝子解析に関するお話をさせていただきます。で野外で採取したサンプルというのは適当な媒体に希釈しまして、それを有精卵発育鶏卵に摂取することでウイルスを分離します。でこの分離したウイルスに関しては血清学的な手法によってその亜型を決定して、一部の我々の興味の範疇に入ってくるウイルスに関してはそのゲノムの配列を決定します。で決定したゲノムの配列をもとに、普段は系統解析を行うんですが、当然決定したものに関しては遺伝子情報を登録し公開するというようなことをルーチンワークとして行っています。で、これは5年間のサーベランスの結果を示しているんですけれども、8000ぐらい3箇所のサンプリングポイントですね、稚内と札幌、モンゴル合わせて8000サンプルぐらいの糞便サンプルを拾って、そこから350株ぐらい、ウイルスが分離されます。でその中の一部の株を、遺伝子系統解析したというのが、こちらのスライドです。でこのように、遺伝子系統解析することによって、それぞれのウイルスのそれぞれのゲノムが、どのようなウイルスと近縁かということをもとに、このウイルスが、どういう由来を持ってどういう、由来を持っているのかということや、遺伝子と抗原性の関連性などを、実際の論文では、議論するということになりますが、ここに伴ってくるものとして、ウイルス電子を実際には論文に投稿する前に、登録してこのようなアクセッション番号を得るということが必須の事項になっています。でさらにDDBJ 等に登録してアクセッション番号を取得したら、必ずこれは実際の論文のテーブルを抜粋したものなんですが、このようにアクセッション番号を論文中に記載しなくてはならないというルールになっています。というのも、このような遺伝子やタンパク質の情報は
論文中で解析したら必ず公開しなさいということがジャーナル側の投稿規定でウイルス学に関しては求められていて、そのアクセッション番号を取得して示すということをしていないものに関しては、エセックスの部分に引っかかってしまうので投稿できないということになっています。で、さらに、インフルエンザウイルスのような、社会的なインパクトの比較的高い病原体に関しては電子情報を、速やかに公開して共有するということが社会的な責務として求められています。で、この、これはウェブサイトの抜粋なんですけれども、我々の研究グループを含む研究者によって構成されているインフルエンザ研究者交流の会という小さな研究会があるんですけれども、そのウェブサイトの中で、2013年に人から初めて分離された H7N9 という型のインフルエンザウイルス の、 その遺伝子の特徴、特に人や鳥に対する病原性に関わるような特徴について解析してウェブサイトで公開したものなんですが、これは実際には中国のチームが遺伝子を決定して、でそれを公開したものをもとに我々の研究会のメンバーが二次解析をしてこのように発信しているというようなことをしたものです。実際にウイルスに関しては発生があったとか分離があったという報告が遺伝子情報よりも先にニュース的に公開されてしまうので、ウイルスを持っているということが世界中に先に知られてしまうのですね。なので隠そうと思ってもまだお前のところウイルスの遺伝子の情報を公開してないぞというふうに諸外国から批判されるというようなこともあるようで、非常にこういうふうに遺伝子情報を速やかに公開するということが社会的な責務として求められています。で我々は、ウイルスのデータベースシステムを一応、簡単なものなんですけども保有していまして、我々が保有しているウイルスに関しては全てどういうウイルスを保有しているかということを、ウェブサイトを通じて公開するとともに、遺伝子情報に関しては、DDBJ のアクセッション番号を紐付けして、一緒にアクセスできるようにしているのと同時に、ウイルス自体も系統保存してあるので、必要に応じて、分与するような体制を整えてはおります。もしご興味がありましたら、ぜひ利用してみてください。少し、糖質の話にをしようと思います。で、インフルエンザウイルスの、ウイルスレセプター侵入、細胞に侵入吸着するときに、使用する分子ですね、は、CR3 を含む糖鎖であるということから、我々は糖質にも、興味があります。でこのスライドはその中で、カモとニワトリ、いわゆる鳥なんですけれども、インフルエンザウイルスのレセプター、鳥型レセプターと人型レセプターがあるんですが、その鳥型レセプターの中でカモとニワトリではレセプターの構造が違うというようなことをその中の研究で見出しました。でこのように、ニワトリの型のレセプターというのは、こういうフコースという単頭の負荷が起こったような鳥型レセプターであるということを示してきたんですが、このニワトリ型レセプター、このフコースの負荷に関わるような、当転移酵素遺伝子について解析したときのお話をします。これ DDBJ で、実際には、アクセッション番号をもとに、ある遺伝子を検索すると、DDBJ 上ではノーリザルトってなってしまうんですね。で、これをジーンバンクと同じ遺伝子を検索すると、プリディクテッドっていう状態で、遺伝子の情報が出てきます。つまりどういうことかっていうと、ニワトリの遺伝子自体は、ゲノムはもうすべて決定されています。で決定されているんですけれどもアノテーションが全然されていなくて、オートマティックにすべてアノテーションされているのでこの遺伝子が本当に遺伝子として働いているかどうかわからないというような状態で、保存、登録されている。なのでこの実際にはフコシルトランスフェラーゼ5という、人の遺伝子に対して、相当な遺伝子ということで公開されているものなんですけれどもこの遺伝子が本当に働いているかどうかは、今のところ分かっていないというような状態です。で当然、そんな状態の遺伝子なの で、 こういう、グライコジンデータベースなんかでこの遺伝子を調べてみても、ニワトリの情報なんてあるわけもなく、人の情報をもとに、こういう遺伝子の酵素活性というのを推定するしかないというような状況です。で我々は基本的には、家畜課金、の研究をしていてモデル生物をあまり扱わないマウスだのラットだのというのは扱わないので、牛の情報がない、鶏の情報がない、犬の情報がないっていうのはやはり常にそのモデル生物を使わない人たちにとっては
大きな悩みではあります。で、人の情報をもとにもう少しじゃあ解析してみたというのが、ここからの話で、じゃあどういう酵素がニワトリのこのようなレセプターの合成に関わっているんだろうかということで、まず人の遺伝子情報をもとに、人のこういう構造を合成する酵素の、遺伝子情報をもとに、ブラスト検測をかけてそれぞれホモログを探しました。すると、このように、ニワトリの遺伝子が黒、赤いもので、人の遺伝子が黒いものなんですけれども、いくつかホモログが見つかってきまして、この FUT の3と5と6に対しては1つのホモログ、これは実際には、アノテーション上は FUT の5として先ほど登録されていたものです。で、それとニワトリのものとして FUT の4と7と9というものが見つかりました。で、FUT の9に関しては、CR3 糖鎖がついてない、CR3 がついてないような構造にしか不酵素を転移しないということが分かっているので、この3、5、6っていうふうに、僕が新しく名付けたものか4か7についてニワトリの器官で発現しているだろうということで調べてみると、 FUT の3、5、6というものが発現しているということから、この酵素がおそらくこういう、構造を作っているんじゃないかというところまでは分かりました。で、酵素活性自体はちょっと、我々の研究室では調べることができないということで、ちょっと間接的な手法で酵素活性があるということを調べました。で、これは、ウイルスの、培養によく使っている MDCK 細胞という、犬の腎臓由来の細胞なんですけれども、そこに、外からその遺伝子をトランスフェクションしてやるときにやると、正面糖鎖構造の改変が起こりまして、こういう酵素を捕まえるような抗体で、細胞表面が染まるようになるということから、おそらくこのニワトリの FUT5、プリディクテッドってなっている遺伝子っていうのは不酵素の転移酵素活性を、きっちり有しているようだっていうところまで分かったんですが、ちょっとこれ以上は、糖鎖生物学的な解析がしっかりできてなくて、まだ分からないというような状態です。最後に、タンパク質立体構造について、我々がどういう理解をしているかという、非常に、お恥ずかしい話なんですけども、させていただきます。ここまでは、遺伝子の解析だったんですけども、タンパク質立体構造をどうやって利用しているかに関してはほとんどもうお手上げという状態に、我々はまだ近いです。で、これは、僕自身が2012年頃に作成したスライドなんですけれども、何をしているかというと、あるタンパクの、立体構造上に、いくつかのアミノ酸の位置をプロットしているというものです。で、この、それぞれのアミノ酸の位置というのは何を示しているかというと、あるウイルスをニワトリに接種形態したときに、だんだんこうアミノ酸の置換が認められていって、でその置換の認められた場所っていうのをプロットしているというのが、この図です。で、この図には2つ大きな問題点がありまして、まず1つはこの使用している立体構造というのがもちろん接種形態しているウイルスの立体構造そのものではないということ。で、もう1つは、こういうふうにアミノ酸置換が認められた位置というのをプロットしているんですけれども、それによってどういうふうに立体構造が変わるかということを特に何も考察できていないということです。すなわち、我々がこのタンパク質立体構造の上でやっていることというのは、単に自分の頭を整理するためにそれぞれの、アミノ酸置換が認められた部分というのがどこにあったのかというのを、見るということしか、自分たちではできないというようなことを、象徴している、スライドです。で、もう少し、バイオインフォマティシャンと協力して頑張ったらこのぐらいできましたというのがここからの話です。で、ちょっとその前提の話として、ニワトリのインフルエンザウイルスの、レセプター特異性についてお話します。こちらカモのインフルエンザウイルス、こちらニワトリのインフルエンザウイルスなんですけれども、ある一株ずつです。こちらのカモのインフルエンザウイルスは、アルファ、トリ型レセプターに非常に、いろんなレセプターにくっつくんですけれども、ニワトリのインフルエンザウイルスの中に非常に特徴的な株として、こういう不酵素の構造を持ったいわゆるニワトリ型のレセプターにしか全然くっつかないというような株があるということを、見出しました。で、この株の、レセプター結合に関わるタンパク質とこのレセプターの構造っていうのが、どういうふうにくっついているのかというのを知りたいっていうのが、ここからのお話です。で、先ほどの、ニワトリ型レセプターチアリルルイス X という動作構造なんですが、これとある構造、ある H5 という型の、HA の、構造、ヘマグルチンの構造と別の型 H2 という別の型のヘマグルチンと、それにいわゆるトリ型レセプターを
その、狂血症から推定された構造、この3つの構造を使って任意の H5HA タンパクとこのシアリルイス X の構造について予測しました。で、何をしたかっていうと、まず最初はこちらの H5HA の構造をもとにその調べたい鶏のインフルエンザウイルスのヘマグリスニンのタンパクの構造をホモロジーモデリング法でまずは予測しました。で、ホモロジーモデリング法で予測したヘマグリスニンとこの、シアリルイス X の構造をもともとあったこの H2 と、トリガタレセプター H2HA とトリガタレセプターの構造の上に重ね合わせた上で、MD 法で構造緩和をしてやるとこういう結果が得られて、まあ、こういうところにレセプターがはまっていてこういうところと水素結合しているっていうようなことが、予測できました。で、この後、インビトロの成績で、これらのことがきっちり、これらの予測された水素結合を形成しているようなアミノ酸がこのタイプのレセプターの認識に重要であるというようなことを示すことができました。ただここまでの成績というのは実際には、インシリコの部分はほとんど、共同研究先のバイオインフォマティクスを専門としている先生に、まあ、やっていただいて、ここまで理解するのにだいぶ時間がかかったということで、やっぱりまだ自分たちでは、自分の頭を整理するような簡単な解析しかできていないというのがタンパク質立体構造に関する、我々の認識です。で、最後に、まとめますと、病原体の情報を、共有し公開するということは、社会的に非常に、社会的なニーズが高く、重要なこととなっています。で、我々としましては、もうちょっと、データベースをうまく利用できたらと考えてはいるんですが、やはり、まあ、こういう手法でやればもうちょっとしっかり解析できるということ自体に対する認識は我々の方になくて、どうしても何ができるかは分からないから利用できないというのが非常に大きな悩みです。ただ、我々の方ももうちょっとどうにか利用したいという、勉強したいというところが重要なのかなとは考えていますが、それにはそのバイオインフォマティクスを専門とする方との協力が不可欠なのではないかと考えております。で、まあ、獣医、動物を研究している人としてはやっぱり動物の情報のデータベース化っていうのが非常に、まあ、期待 していることではあるんですけれども、これをデータベース化するためにはまずデータベース化するためのデータが全然ないという、まあ、データベース化してもらえるように一生懸命データを取らなくちゃいけないなというのが本音であります。以上です。ありがとうございました。